秋谷障子は、日本の医師、医学博士。日本医師会大議員であり、埼玉県医師会参与。元埼玉県議会議員。医療法人社団、彩り誘拐の元理事長で、現在は、社会福祉法人、秋人会及び、北勝北部医師会の、学校法人立花新学園の理事長を務める。2011年、医療法人社団、 彩り誘拐の理事長を辞任した。後任は、吉岡俊隆が理事長で、現在は、弟である、秋谷幸男2013年、秋谷昭治氏及びその家族が、医療法人社団、彩り誘拐から、多額の資金を流用しているとの報道が一部の、雑誌に掲載される。また、札手氏が、旧高日向小学校の校舎の賃、貸借契約において、 学校法人立花新学園への賃料を格安に設定したことから市民により、サッ市に対して住民監査請求が提出されるなど地元住民とサッ市政を巻き込む問題に発展している。理事長は秋谷幸男。参加の秋谷病院は埼玉県サ手市中4丁目14の41に所在する第2次救急病院。診療科目は 内科、外科、脳神経外科、整形外科、眼科、小児科、リハビリ科であり、病床数は114。他、さって、福祉病院。社会福祉法人、秋人会は、蓮田市などで特別養護老人ホームを経営している。理事長は、秋谷の弘。なお、埼玉県新座市に所在する同名の医療法人、秋人会は、 介護老人保健施設指揮の里を経営しているが、関連は明らかでない。月刊ベルだ。ありがとうございます。